おはようございます。PEMS、PEMS、Listen EVOA、日本語、英語リスニング教材サイトです。日大ラグビー部の現役部員が大麻所持で逮捕。日本大学ラグビー部の部員の男が、東京、渋谷区の路上で大麻を所持していたとして逮捕された。日本大学ラグビー部の部員で文理学部3年の樋口博明容疑者21は18日、渋谷区の路上で大麻を所持していた疑いが持たれている。警視庁によると、樋口容疑者を不審に思った警察官が職務質問したところ、大麻が見つかったということだ。樋口は取り調べに対し、自分で使っていた、と容疑を認めているという。警視庁は20日午前10時過ぎ、東京、稲城市の樋口容疑者が暮らす日本大学ラグビー部の寮を家宅捜索した。警視庁は樋口容疑者がいつから大麻を使っていたかやどうやって入手したのかなど捜査を進める方針だ。以上です。ありがとうございました。リッスン EVOA でした。